うちの方のね、これアジサイなんですよ。ここずっとね、こう壁に伝って、何種類かこうなってましたね。まあ行く方のね、目を楽しめるとっていうね、ことになって、まあ時々ご近所の方にも見てね、分かってたらこうちょっと切って差し上げたりとかしてるんですけどね。まあこうやって見たらね、まああれだけどね、個人的にアジサイもう一つちょっとあれなんでね。ですけど、まあ、母親が好きなアジサイでございますので、こうやって育てております。これはね、カシヤバアジサイっていうのだったかな。ね、この白いやつね、これね。見えますかね。はい、自然落下しましたね。琵琶の床はね、この前から収穫してますけども、ちょっといただいてみようかと思います。はい、こんな感じですね。私もね、マンゴーなんか育てるの好きですけどね、やはりね、ブドウとかね、普通にまあ、一般ね、日本のこの、本土っていうんですかね、そっちの方でね、育ててみて、収穫できるね、果物はそれなりにね、やっぱ美味しいなと思います。うん。すごくジューシーでね。こういう時はね、やっぱね、育てた甲斐があったかなっていうね、まあ至福の喜びといいますか、そういうことだと思います。家庭栽培してね、良かったなというようなところだと思うんですよ。まあこういうのはね、私だけじゃなくて皆さんも本当にお出来になると思いますんで、ぜひ、なさってくださいね。ぐーっと伸びていってね、こう上、雨よけになってるんですね。で、ここのところにちょっとこう、ビニールの、ね、紐でね、こうなってますけども、そこに葉はしてるんですよ。で、こういうふうに葉が伸びて、これからまた夏にね、サンシェードができると思います。で、こっちはね、これ、スズカですね。これがまたずっとこう、上に上がってきていくと思うんですね。まあね、本当にね、シャインマスカットはこんなにね、大きくなると思いませんでしたね。まあ鉢がですね、これ約45弱ぐらいの鉢なんですよ。確か37か8やったかな、んかそんなぐらいだったと思います。だからね、その分ね、やはり栄養をよくね吸収して、で、雨が当たらないで、まあ時々はまあね、消毒もするんですよ。そうするとね、まあこんなになると。肥料の方もね、マガンプ系とかリン酸塩とか、ハブラカスとか、それから牛糞もね、与えてますんで、そこそこ。だそれはね、良かったかなと思いますね。はい。ダブルデライとかね、こう、花芽がね、もうまたどんどん大きくなってきてるとかね、なっております。ちょっと見えますかね、ここ、ね、ヘレスコールのね、房がね、育ってきております。こちらに見えますのはキャンベルスアーリー。一房だけね、こう残ったの、大事に育てましたらね、こうやってね、なりましたね。はい。まあ今年、これもまあ別に何もなかったら、自然落下しなければですね、実ってくれるんじゃないかと思います。まあ、粒がね、こういう風にできるブドウなんで、ちょっと楽しみかな。これも育てやすいね、ナイアガラと同じ育てやすいブドウなんですよ。はい、こちらはデラウェアの木の方です。ジベリリン処理ね、しまして、種なしにするんではなくて、実の肥大を狙うというね、そういう目的でやりましたらね、やはり成績が良くてですね、このように、いっぱいね、大きくなってきてます。今年はこっちの方の調子のいい木で、50はないかな。50弱ぐらいかなと思いますけどね、できると思いますよ。ナイアガラの方ね、たくさんできたんですがね、ジベ処理をね、失敗しまして、ジベ焼きを起こしてるんですよ。で、ちっちゃいやつはいいんですけどね、これはね、いいんですけどね、大きな房がね、結構ねやられてまして、病気じゃなくてね、ジベ処理のね、扱いのね間違いです。
かあんまりきつく与えたのかな。もうこれなんかね、もうボロボロなんですよ。これね、見てください。これね。ですから、20のうちですね、約ね、5つ房ぐらいか。それぐらいね、もうアウトになりましたね。この地場所の失敗で。はい。この辺はまあできてるから、ちょっとこれしてないですけどね。これは、おそらくね、脱流すると思うんで、残ると思います。とかね、ボロボロになっちゃってね。なかなか難しいですね、この辺ね。この地面処理の失敗というのを初めて経験しましたね。はい。これはまあ、わしかな、こっちね。まあ、なってますけどね。これ大きくなったら、ね、食べられると思うんですけどね。ええ。はい、地面処理しました。あの BK シードレスですがね、結構大きく実がこうなってきまして、まあこれはあの綺麗にね、実ってきてくれるんではないかというふうに期待しております。まあ、ナスのね、収穫になりましたらね、この実の 2.5 倍ぐらいになるのかな、そんな感じですね。ここの房ですね。ちょっと小さいですけどね、ここの房ですとかね。はい、こことか、はい。こんな感じもなかったかな。表の方、こっち一つ。こっち、ちょっと小さいですけどね、ここですね。から、ここの中にもね、あります。はい。ここの中にもね、ありますね。これもね、そうですね。6つぐらいかな。全部で。1、2、3、4、5、6、7。7つか。7つだと思いますけどね。隠れて見えないところもありますんで、はい、まあそれぐらいがあの適切じゃないかと思います。これなんかをね見ていただいたらいいんですけども、もうねほら粒をね落としてるんですよ。私落としたわけじゃないんですけどね、落としてるんですよ。これはもう自然落下させてあの花ぶりさしちゃってるんですね、はい、だからと残ってる分についてはすくすく育つんであろうですけども、こうやって花ぶりして落とすものもあると。ただ、あの、花ぶり、する、なんていうんですかね、あの、房のね、数はね、少ないです。確かに。まあ、あの、ちっちゃい実を間引いたりとかして、細かく管理したこともあるんでしょうけどね。ですから、やっぱね、この鉢では、この鉢では、35ぐらいかな。の鉢ではやっぱり7房ぐらいがとかそれぐらいがねもう限度ですね。もうそれ以上鳴らすのはね無理です。それ以上欲しい人はもう10入れするしかないんで、その辺はねちょっとねやはりねあの、まあ、物理の法則といいますか科学の法則といいますかそういうもんなんでしょうね。はい、ネヘレスコールの方ね、実がねほぼ確定してきて大きくなってきだしました。ちっちゃいやつはねまあ降るって、自然落下すると思いますんでね、この大きくなってきてるやつは残っていくのではないかというふうに想像されます。小さいのはねもう見たらねあの刈り取ってるんですよ。これこっちの方ですね。それとこっちはまだ確定してない、はっきり確定してないんですよ。まだよくわからない。でもまあ、そこそこねこれもね大きくなってきてる実がありますんで、これはまあそういうものかなというふうに思います。なんかね、こうやって見てますとね、イチジク畑みたいになっちゃったんですよ。イチジクはね、成長がいいからだと思いますけどね。で、ダルマッティがあって、ドーフィンがあって、で、あの、玄関のバナーレですね。もう私のせいより越しちゃってるんで、少し越しましたんで、一文字仕立てっていうんですか、でしょうか。それでね、あの、鉢をね、今もう植え替えたんですよ。はい。まあ、植え替えたことによってね、この実はもう、もしかしたら落ちるか分かんないですけど、こっちの方の実はどうなるかも分かりませんけどね。まあ、あの、仮にまあ、落ちたとしてもね、もう来年は絶対にね、これね、すごく実をつけると思いますんで、もうそれはまあ、今年できたらよしとして、来年の実に期待を寄せると。そんな感じにね、したいと思います。まあ、ドーフィンの方もおかげさんで、実はね、これ結構大きくなってきてまして、熟してきてます。あとはまたカラスにやられないようにね、防鳥ネットをね、ビワの方が終わりましたら、こっちにネットをかける作業も必要かなと思いますけどね。
で、こっちはダルマティーです。ヨーロッパのね、極甘いちじく。まるでジャムを食べてるような、そんな甘いね、いちじくなんですよ。で、こっちね、いっぱいね、これ実ができてます。あっちもついてきてます。やはりね、温度が高くなるとね、いちじくはね、実りやすいんでしょうね。だけど、こんだけありますけども、こう、全部、なるわけでなくて、このうちの、そうですね、やっぱ5個ぐらいじゃないかなと思いますね。まあ、いちじくは成績いいんで、もうちょっとなるかもありませんけどね。まあ、目標は、今年はもう5個。で、同品はまあ、トータルで、そうですね、去年がなんだかんだって30個ぐらいできたんで、かといって今年がその倍になるわけでもないんで、まあ、20個できたらよしとしたいと思いますね。で、バナーネは、これ1個と、これから伸びてきて、そうですね、まあ、5つできたらね、もう上等ですかね。まあ、2つぐらいできてもね、いいと、よしとしなきゃダメですね。はい、今日もね、たくさんの方にご覧いただきまして、誠にありがとうございました。今日はこの辺で失礼いたします。また、皆さんとね、このチャンネルでお会いいたしましょう。まだの方は、ぜひ、チャンネル登録をお願いいたします。では、ごきげんよう。さようなら。